八重津駅は、静岡県八重津市栄町一丁目にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA20。運行形態の詳細は、東海道線を参照。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームに接する本線のほか、数本の側線がある。以前は廃車になった EF65 系電気機関車と、 客車3両を使用したレストラン、ビアステーションや伊豆が側線にあったが、1990年代後半に閉店、撤去され駐車場となっている。駅の南北を結ぶ、京上駅舎を備える。駅構内はトイレはない。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、西合津駅を管理している。駅舎内部には JR 全線切符売り場などが置かれている。 1970年代後半から1986年10月末まで、駅の持ち胸よりに札幌ビール、静岡工場への専用線があり、それ向けの貨物輸送が盛んに行われていた。瀬戸川を渡っていた鉄橋が現在は、歩道兼自転車道として利用され、静岡県道375号静岡、お前崎自転車道線がこの鉄橋を通っている。また、 1960年半ばから1980年代半ばまで赤坂鉄工所への専用船も付設されていた。静岡県統計年間によると2019年度の1日平均乗車人員は8868人である。近年の推移は以下の通りである。アンビア・パークビル注車区出店。ありがとうございます。